俺の名前は瀬川哲也。大手食品会社の営業部で働いている。食べることが好きな俺に、この仕事は天職だと思っていた。ただ、趣味と仕事が一緒になったことで、社会人になってから体重は増えていき、ぽっちゃりだと言われるのは痛い部分だった。おかげで、もう数十年恋人がいなかったのだ。だから、そんな自分が女性と関わることなどないのだと諦めていたのだが、思わぬものを見てしまったせいで、俺の人生が激変することになるとは。大きく目を見開いた彼女の顔は、瞬時に赤く染まっていった。見てはいけないと思いつつも、俺は彼女から目を離すことができない。慌てて彼女は、自分の手のひらで隠すように自身を覆ったが、俺の脳裏には、彼女のあられもない姿がしっかりと焼き付いてしまっていた。瀬川、今度の花金開けておけよ。同期入社した中村は俺の目から見てもイケメンな男だ。性格はよろしくないが営業手腕がうまく部長補佐まで上り詰めていた。そんな彼が平社員である俺に構う理由は一つ、俺を出しに使って自分をよく見せたいからだ。コンパの予定が入ったんだよ。俺は行かないよ。中村は同期のよしみと言って何かとコンパに俺を誘ってくるが、ぽっちゃりな俺が隣にいることで自分のイケメン度を上げたいだけ。こいつデブだからさ、こいつが営業行くとその商品を食べると太るように思われちゃって大変なんだよね。そう言って女の子たちの笑いを取るネタにされることが毎回あった。太っていることを気にしているわけではないが、バカにされることにいい気はしない。俺はどうにかコンパの誘いを断ろうとしたが、その日はいつにも増してしつこかった。お前、俺が誘ってやらないと女の子と喋る機会なんてないだろう。しかも今回はあの志賀さんが来るんだぞ。行かない選択肢なんてないということで、断る権利もない。あのな、もし来なかったら、お前がおじけついて逃げ出したってコンパ会場で言うからな。女の子たちにどう思われたって気にならない。コンパに行っても恋愛対象外に見られるだけだし。だが、中村の嫌がらせが続くと思うと、それはそれで面倒だった。だったら、2時間ほどコンパでの中傷に耐えた方がマシかもしれない。俺は中村に押し切られる形でコンパに参加することにした。コンパ当日、中村や他の男性メンバーはそわそわしていた。それだけ今回参加する志賀久美子の存在は大きいのだ。受付嬢の彼女は入社当初から可愛いと噂されていて、社員の男性はもちろん社外からの営業マンにも声をかけられていた。受付にいるから俺も見たことはあるが、確かに可愛らしい顔をしている。大きな二重の目はクリッとしていて、長く太いまつげが人形のようにカールしていた。黒目がちの瞳で見つめられると、男はみんな肥後欲をかきたてるらしく、貢ぎ物のようにお菓子を差し入れる社員も多い。肩までつくかつかないかほどの黒髪をサラサラと揺らして、ありがとうとアイドルの聖子ちゃんよりも可愛く微笑まれれば落ちない男はいない。だが俺は可愛いとは思うが、そこまで志賀さんに興味が持てなかった。単純に可愛い系の顔はタイプでなかったこともある。俺が惹かれる女性はどちらかというとそそとした美人系だから。遅くなっちゃってごめんなさい。決まり文句を言いながら遅れてきた女性メンバーたちが店に入ってきた。なるほど、志賀さんは女性メンバーの中でも群を抜いて可愛い。中村が本気モードで狙いに行っているのも伝わってくる。これは彼女とは関わらないようにするのがトラブルを避けるコツだろう。俺は自身のキャラに合わせて食べて飲むことに専念しようとしたのだが、お前なあ、緊張してるからって食ってばかりいるなよ。余計に太って営業部の印象が悪くなるだろうが。営業に行ってもそんな風だから俺と同期なのに差がつくんだよ。お決まりの
中村からのいじりが始まった。志賀さんという目当ての女性がいるから自分の肩書きや仕事ぶりをアピールしたいらしい。体重だけでなく仕事でも重い荷物扱いは勘弁してくれよ。せめてどっちかは軽くしてくれ。中村の話に女の子たちが声を揃えて笑った。そりゃあデブとイケメンだったらイケメンによく思われたいよな。外見だけが全てじゃないと思うけど。女の子たちの笑い声の中、凛とした声が響く。え？志賀さんは射抜くように中村を見つめていた。ああ、中村はまずいと思ったらしく顔を青ざめさせる。ちょっとクミコ、何言ってんの。女の子たちも場の雰囲気が悪くなったことに険悪な態度を見せ始めていた。ああ、面倒だ。すみません、白米追加で。あ、誰かいる人います？シーンとなった空気にひるまず、俺は白米を特盛りで2人前注文した。お前、飲み会で本気で飯食うなよ。これだからデブは。中村のツッコミをきっかけに雰囲気は元に戻ったようだった。俺が黙々と目の前の白米を食べることに集中していると、ふと視線を感じる。ちらりと見ると、志賀さんが今度は俺のことを射抜くように見ていた。志賀さんって、そんなキャラだっけ？てっきり守ってあげたくなるような可愛い女性だと思っていたのに。はっきりと自分の意見を口にした彼女の姿が、俺には印象的だった。嫌味を言う中村をアシストしてやったというのに、あいつは俺のせいであのコンパが失敗したと思ったらしい。部長補佐の権限で俺は中村から休日出張を命じられた。くっそ、完全に八つ当たりじゃないか。それでもどうにか商談をまとめて帰ろうとしたのだが、運悪く台風に当たってしまい新幹線が止まってしまった。慌ててホテルに連泊ができないか問い合わせたが予約で満室らしい。困って他のホテルを探そうとしていた俺にホテルの人も気の毒に思ったのか系列のホテルを当たってくれた。ただやっとのことで予約が取れたのは小さな温泉旅館だった。見た目からかなり年季が入っている旅館だが贅沢は言えない。ガラガラと引き戸を開けて靴を下駄箱にしまう。受付と手書きで書かれたフロントに向かい小さな呼び鈴を鳴らすと、腰の曲がったおばあさんがよたよたと歩いてきた。大丈夫だろうか。ようこそいらっしゃいました。お一人さんで？はい、先ほど電話で予約させてもらった瀬川と言います。ああ、はいはい、聞いてますよ。お部屋用意してあります。今ね、鍵をね持ってくるから待っとってね。受付の奥に消えた数分後、木の板がついた鍵を持ってきてくれた。番号は6。はい、これ。ここを右に曲がると階段あるから、客室は上がって3階ね。大浴場は2階。食堂は左にまっすぐ行くとあるからね。ありがとうございます。にっこりと笑うおばあさんにほっこりする。たまにはこういった旅館でゆっくりするのも悪くないな。そう思いながら、俺は6番の部屋を目指した。鍵穴に鍵を入れて回す。カードのオートロックキーが主流になったのに珍しいものだ。ガチャリとドアが開いて俺の目に飛び込んできたのは、風流な客室ではなく若い女性の姿だった。え？いや、嘘！何？なんで？大きく目を開いて驚いた女性はすぐに顔を赤くして慌てて顔を隠してしまう。ちらりと見えた顔は多少釣り気味の目だが、切れ長で吸い寄せられそうなほど美しい。少し薄めの眉と桃色の唇がバランスよく真っ白な肌に収まっていた。彼女はメイクなどしておらず、あどけないすっぴんの顔をさらしていたが、かなりの美人だ。正直、俺にとってはタイプの顔。
こんなところで奇跡的な出会いがあるとは思っていなかったが、まずは確認と説明が先だ。急に俺みたいな男が鍵を開けて部屋に入ってきたのだ。彼女がパニックを起こしても不思議じゃない。待ってください。ここ6番の部屋ですよね。俺、受付で今6番の鍵を渡されたんです。は？私だって6番だって言われて、って、まさか。何かに気づいた彼女は慌てて部屋の鍵を持ってくる。もしかしてこれって9？ でも最初に部屋に来た時は鍵で開けたんじゃ。いや、おばあちゃんが案内してくれたからこの鍵は使ってなくて、ってあのババア。綺麗な彼女の口から出た暴言に俺はぎょっと驚く。まあとりあえず誤解が解けてよかったじゃないですか。俺が9番の部屋に行くので鍵を交換しましょう。受付には俺から説明しておきます。私からも文句は言っておく。誰にでもミスはありますから、お手柔らかに。せっかくの綺麗な顔が台無しです。今の私が綺麗？それ本気で言ってるわけ？きっと射抜くような目線に既視感を持つが、それどころではない。本気です。俺みたいな男から言われても仕方ないかもしれませんが。それじゃあお互いに良い旅を。綺麗だと思ったのは本音でも、あまりに褒めすぎて不審者扱いされるのも困る。俺は会話もそこそこに部屋を後にした。思わぬハプニングがあった出張だったが、翌日は台風一過で無事帰ることができた。あの女性にもう一度くらい会えないかと期待したが、奇跡がそう何度も起こることはなかった。残念に感じながらも、俺の人生はこんなもんだと思い直したのだが、出張から1週間後、俺は受付嬢の志賀さんから呼び出しを食らっていた。わざわざランチの時間に営業部のオフィスに来て、俺を名指ししたものだから、中村の視線が痛かった。後でなんて言い訳をするべきか。屋上に連れてこられた俺は志賀さんと向き合った。その日の彼女は肩までの髪をくるりと内側にカールさせていて、まさにアイドルのようだった。あなた見たのよね？唐突に質問してきた志賀さんに俺の頭はクエスチョンだらけだ。はい？だから見たの？志賀さん、話が見えないのだけど、俺が何を見たんでしょうか？しらばっくれないでよ。これ以上とぼけるなら、ぶつわよ。え？物理的な脅迫？コンパの時から、薄々志賀さんは外見と中身にギャップがあるように感じていたが、やっぱりそうみたいだ。アイドルみたいに可愛いのは見た目だけで、性格はかなり好戦的なタイプのようだ。別にみんなに言いふらすなら好きにしてよ。あの時見られたことでもう覚悟はしてるんだから。やっぱり話が見えないんですけど、よければ説明してもらえないでしょうか？ぶたれたいってこと？まさか本当にわからないんですって？嘘でしょ？ってことは本当にわかってないの？それはそれでショックなんだけど。慌てて必死になった俺に志賀さんもやっと納得してくれたようだ。俺、何を見ちゃったんですか？私のすっぴん。え？だからあの温泉旅館で私のすっぴん見たでしょ？旅館で女性のすっぴんを見たのは部屋を間違えてしまった彼女だけだ。ということは、あの女性は志賀さんだったのか？でも、全然。違うって言いたいんでしょ？可愛く男受けいいように見えるメイクしてるんだから当然よ。そんな、メイクしてない方が綺麗なのに。なっ！志賀さんは俺の言葉に驚くと、あの時と同じように瞬時に顔を赤くさせた。本当に志賀さんだったんですね。何言って。あの時も照れた顔が可愛かったから。 うるさい！男は私の本当の顔なんて好きじゃないの！
きつい顔だし全体的に薄いし可愛げがないもの。だから誰にもすっぴんは見せたくなかったの。友達とだって温泉旅行は避けてたんだから。だからあんな小さな温泉旅館に一人旅行を。小さくて悪かったわね。あそこは母方の実家の祖母が経営している旅館なんだけど。え、じゃああのおばあさんが。私の実の祖母。何回も泊まりに行ってるのにああいうボケを起こすところが腹立たしいのよ。私だったからまだ良かったものの、他のお客だったらどんなクレームをつけられてたか。彼女があそこまで怒ってたのは旅館経営を思ってだったのか。口が悪いから分かりにくいけれど、根は優しい女性なのだろう。志賀さんってやっぱり優しいんですよね。私が？前から思ってたけど、あなた頭のネジ飛んでない？私の本性を見た男はみんな思ってたのと違ったって言って勝手に幻滅して去っていくんだけど。まあ口が悪いとは思いますけど、でもコンパでも外見だけが全てじゃないってかばってくれたじゃないですか。俺のためではなかったとしても嬉しかったんです。正直あれから志賀さんを見る目が変わったのは確かだ。ほんの一瞬、彼女なら外見だけでなくきちんと内面を見てくれるのではないかと期待した。それにすっぴんにコンプレックスがある彼女なら、その期待はより強くなっていたのだが。あれは中村って男の発言にムカついただけ。外見って大事に決まってるでしょ。人の印象はほとんど外見で決まるのよ。私が何のために朝30分もかけてメイクしてると思ってんの？そうですか。だから、あなたみたいなのも見てると腹立つのよね。太っててもいいじゃないか、みたいに開き直ってんじゃなくて、いい加減ダイエットしなさいよ。きっつ。志賀さんは、思っていたよりも100倍口が悪くてきつい人だった。でも、彼女の言葉には温かみがある。俺を乏しているのではなく、鼓舞してくれていることが伝わってくるからだ。女の子はね、いい男を見つけるためにスタイルを変えるダイエットをして、顔を変えるメイクまでしてんのよ。瀬川さんだって少しくらい努力しなさいよ。太陽を背にしてそう言い切った彼女は、その言葉の通り、俺にダイエットを強制してきた。それから、その日に食べたものと運動量を逐一志賀さんに報告する日々が始まった。時には彼女がダイエット食としてお弁当やプロテインの差し入れをしてくれる時もある。彼女と同じジムに入会させられ、一緒に筋トレをしていくことも日課になった。俺の日常の中にはいつの間にか志賀さんがすっかりと入り込んできていたのだ。そのおかげか数ヶ月後、俺は劇的な変身を遂げる。30キロのダイエットに成功してスリムになった俺は、会社のエントランスで他部署だという女性社員たちから飲み会の誘いをかけられて戸惑っていた。女性社員から仕事以外のことで話しかけられるのは久しぶりだったし、志賀さんとジムの約束も入っている。そんな俺を目立たく見つけたのは中村だった。俺が痩せていく様子をよく思っていなかったのか、色気づいても何も変わんねえよと嫌味を言ってきていた。だが中村の小言など志賀さんからの文句に比べれば可愛いものだった。結果的に痩せた俺はイケメンだと女性社員から騒がれるようになり、彼は俺を余計に疎むようになったのだ。セーガはよかったな。女性から声をかけてもらって、ちょっと前までのデブなお前だったらこうはいかなかったもんな。本当にびっくりだ、この写真のお前がな。中村はそう言って、太っていた頃の俺の写真を周りの女性社員たちに見せようとしていた。その時だ、俺の腕にするりとほっそりとした女性の腕が絡まる。あのさ、デブでもイケメンでも何でもいいんだけど、ここまで瀬川さんを育てたのは私だから。志賀さん。志賀さんの言葉に周りは騒然となる。特に彼女を狙っていた中村は信じられないような顔で俺たちを見ていた。はっ、志賀さんも所詮外見だけの女だったんだな。こいつがデブの時は見向きもしなかったくせに。俺はその言葉にカチンときた。自分が何を言われても気にしないが、
志賀さんのことだけは我慢できなかったのだ。彼女は俺の外見も内面もきちんと見てくれる女性だよ。俺がデブだった頃だって、痩せてからだって、態度は何一つ変わらないんだから。瀬川さん。なんだよ、瀬川のくせに。俺のことはいいけど、女性に、しかも志賀さんに何か言うんだったら、もう俺も黙っていないよ。凄んだ俺と周りの反応に中村は何も言えなくなったのか、慌てて目をそらすと足早にその場を去っていった。俺はそのまま他の女性の誘いを断り、志賀さんと一緒にジムへの道を歩いていたが、彼女の機嫌はすこぶる悪い。志賀さん、俺疎いから志賀さんが何に怒ってるのかわからなくて、教えてくれないかな。別に瀬川さんは悪くないし。え、そうなの？むしろ理由を聞いてくる方が腹立つ。ごめん。だってやきもち焼いて怒ってるなんて恥ずかしいじゃない。やきもち？さっき他部署の女の子たちに声かけられて嬉しかったでしょ。嬉しい？まあ、でもどうやって断ろうか悩んでたんだよ。志賀さんとの約束があったから。約束がなかったら誘いに乗ってたでしょ。俺は志賀さんが好きだから、他の女性とは関わるつもりはないよ。え？痩せたのだって志賀さんのおかげだし、志賀さんが一生懸命に頑張ってくれたから。俺、志賀さんのために頑張ってたんだけど。嘘。口が悪くてもすっぴんでも、俺はどんな志賀さんでも好きだよ。だから俺と付き合ってください。驚いていた志賀さんの目元にはどんどん涙が溜まってくる。バカ、メイク取れちゃうじゃない。涙声で彼女は下を向いた。俺はそんな志賀さんの涙を指先で拭った。それから俺たちは社内恋愛をスタートさせて、2年後に無事入籍を果たした。もう他の男性のためにメイクをする必要はないのだが、俺は彼女のすっぴんを誰かに見られるのが嫌でメイクを続けてもらっていた。私のすっぴん見れば男は寄ってこなくなると思うんだけど。ブツブツ言いながら彼女は鏡の前でアイラインを引いている。俺は久美子と付き合ってから自分の独占欲の強さを自覚した。彼女の本当の美しさは俺だけが知っていればいいと思ってしまったからだ。これが俺たちの馴れ初めです。この世は所詮金が全て。金さえあれば愛だって買える。俺は23歳で間違った考えを持ってしまった。きっかけは彼女の心変わり。大嫌いな上司に彼女を奪われ、会社でも気まずい思いをする毎日。惨めな自分に嫌気がさしていた時、目の前に一人の美しい女性が現れた。もし彼女がいなければ、俺は今も卑屈な自分を変えることができずにいただろう。あんな姿を見せられたら誰だってやる気になってしまうに違いない。彼女の大胆すぎる行動は俺の心を突き動かした。俺の名前は長澤健二。広告代理店に入社して1年が経とうとしていた時、同僚で恋人の愛香を課長に奪われた。ごめんなさい、あなたより北島課長の方が。愛香の顔からは申し訳ないという思いが伝わってこなかった。長澤、男は金だよ金。まあお前の場合はそれ以外にも魅力がなかったみたいだけど。隣にいた北島課長がニヤニヤしながら愛香の腰に手を回した。愛香は俺にとって初めての彼女。大切にしてきたつもりがまさかこんな終わりを迎えるなんて。デスクに戻ると別れたことを知った社員たちが次々と慰めに来た。長澤、忘れろ。あの課長と付き合うなんて彼女も見る目ないな。
課長はすぐ人のものに手を出すんだ。ほんと嫌なやつ。誰もが口々に課長の陰口を叩いた。常に上から目線で、仕事は遅く、能力は低い。部下の手柄を横取りし、自分のミスを部下に押し付ける課長は、社員たちから嫌われていた。そんな課長に彼女を取られたことが悔しすぎて、俺は仕事終わりに居酒屋へ。やけになって酒を飲んでいた俺は、1時間もするとベロベロ。くそ、金が全てなのかよ。俺がブツブツ嘆いていると、同じく独り言をつぶやく女性が、隣のカウンターに座っていた。今度こそ、許さないんだから。これが、俺と6歳年上の夏美との出会いだった。ただこの時は、まだお互いが何者かなんて知りもしなかった。一人で飲んでいた夏美は、だいぶ酔っているようで、目がトロンとしていた。大きな瞳は今にも吸い込まれてしまいそうなほど美しく、整った顔立ちはとても上品。綺麗な人だな。つい心の声が漏れてしまい、俺は慌てて夏美に謝った。あ、すみません。綺麗っていうのは、その…あたふたする俺を見て、夏美は優しく微笑んだ。もしかして私のこと？ありがとう。でもね、こんな私でも浮気されるのよ。そうなんですか。実は俺も今日。俺が会社での話をすると、夏美は泣きながら俺の手を握りしめた。お兄さん、よく我慢した。私はあなたの味方だから。ありがとうございます。よし、今日はとことん飲むわよ。私は夏美、よろしくね。俺はケンジです。よろしくお願いします。それから、どのくらいの時間が経っただろうか。気がつくと、俺は自宅の床でスーツのまま眠っていた。あれ、どうやって帰ってきたんだっけ。そう言いながら、俺は目の前の光景に青ざめた。夏美さん。俺の布団ですやすや眠る夏美を見て、俺は昨日のことを必死に思い出そうとした。タクシーで夏美を送ろうとしたところまでは覚えているが、そこから先の記憶がない。ただ覚えていることが一つだけ。それはタクシーでの夏美の一言。私があなたをもらうね。その時は酔っ払いのザレ事だと思い、笑って断った。それなのに、この部屋にいるということは、俺が頭を抱えていると、目を覚ました夏美と目が合った。おはよう。どうしたの？俺、もしかして、夏美さんにもらわれたんですか？夏美は、俺の言葉に目をパチクリさせた。もらう？私があなたを？多分相当酔ってたのね、私。涙を流して笑う夏美は、とても旦那に浮気されたかわいそうな妻という感じには見えなかった。何もしてないわよ。だってケンジ君、スーツ着てるじゃない。本当だ。あて、こんな時間、会社に行かないと。俺はシャワーを浴びた後、急いでスーツに着替えた。すみません、バタバタしちゃって。ううん、止めてくれてありがとね。俺たちは一緒に家を出て、駅までたわいもない会話をしながら歩いた。ああ、これから毎日課長と元カノと働くの嫌だな。課長？突然、夏美の足がパタリと止まった。ねえ、ケンジ君、どこの会社？俺が社名を告げると、夏美は納得したような表情を浮かべた。やっぱり、その北島課長って、私の旦那よ。え、じゃあ、愛川夏美さんから略奪、
そういうことになるわね。夏美は険しい顔でゆっくりと歩き始めた。付き合いたての頃は自分に自信があって野心家なところがかっこいいって思ってたの。でも結婚してからろくでもない人だって気づいたわ。次々と職場の女性に手を出したり、主婦の夏美を見下すこともしばしば。機嫌が悪い時には夏美に手を挙げることもあったらしい。あんな嫌な人だと思わなかった。だから私は今回の不倫を絶対に許さない。証拠をたくさん掴んだから離婚してやるの。ねえ、私に協力してくれない？夏美はじっと俺を見つめた。正直、協力したところで愛花が俺の元に戻ってくるわけではない。ただ夏美にひどいことをした課長が許せないのは事実だった。わかりました、協力します。俺がそう言うと夏美はとびきりの笑顔を見せた。ありがとう。私もあなたに協力するから、困ったことがあったら何でも言って。きっと夏美が俺に協力できることなんてないだろう。それでも俺のためにそう言ってくれたことが嬉しかった。だがこの後、夏美は俺にとって最大の救世主となる。じゃあまた後で、仕事が終わる頃に会社の前で待ってるわ。でもそんなことしたら課長にバレちゃうんじゃ。大丈夫、秘策があるから。そう言うと夏美は手を振りながら自宅へ。俺は会社に行き、課長からたっぷりと嫌がらせを受けつつ、なんとか一日を終えた。明日からもこれが毎日続くのか。ため息をつきながら会社を出ると、俺の後ろから帽子を目深にかぶったロングコートの怪しげな人物が近づいてきた。驚いた俺が振り返ると、その人はゆっくりと顔を上げた。夏美さん、静かに。夏美は俺を会社の駐車場に連れて行った。そして誰もいないのを確認すると、自信に満ち溢れた笑顔を見せた。これならどう？はい。だからこれなら私ってバレないでしょ。夏美は俺の目の前でくるっと回ってみせた。茶色のロングコートにハンチング、さらに手には新聞まで。アンパンとね、牛乳も買ってきたの。ほら。夏美の表情は真剣そのものだった。夏美さん、すごく言いづらいんですけど。何？俺恥ずかしいです。こんなテレビドラマの張り込み刑事みたいな格好の人と一緒に歩けません。ほら、コートと帽子脱いで。俺は夏美のコートを預かるとため息をついた。こんな格好、逆に目立ちますから。だって、一度やってみたかったのよ。そう言って、口を尖らせる夏美が可愛くて、俺は思わず吹き出した。まったく、面白い人だな。なんか俺、元気出ました。そう？それならよかった。って、あれ、二人じゃない？会社から腕を組んで出てきた課長と愛花を見つけた俺たちは、二人が車に乗り込んだことを確認。それからタクシーを呼んで尾行していると、課長の車は歓楽街へ。俺たちも車を降りて二人を追った。その後、食事を終えてホテルに入る姿をカメラに収めた夏美。これでよし。あとはいくつか証拠を押さえたらバッチリ。夏美さん、たくましいですね。俺が感心していると、夏美がにっこりと微笑んだ。落ち込んでばかりいられないでしょ。どんな時も前を向いて生きていかなきゃ。一瞬、夏美の目に涙がにじんだ気がした。しかし、こんなに明るい夏美が涙など見せるわけがない。その時の俺は、涙の奥に隠れた本当の理由に気づくことができなかった。こうして俺たちは、その後何日か一緒に課長と愛花を尾行した。
俺は夏美に協力するために行動を共にしていたが、いつしか夏美と一緒に過ごす時間が楽しみになっていた。いつまでもくよくよしている俺とは違い、明るく元気な夏美。夏美といることで、俺の失恋の悲しみは少しずつ消えていった。それからもう一つ変わったことがある。俺は一緒にいるうちに、夏美に対して密かに恋心を抱き始めていた。ずっと夏美のそばにいたい。そう思っていたが、離婚が無事に成立したら、夏美と俺とのつながりはなくなってしまう。いつか俺の前からいなくなってしまうのだろうと思うと、自分の気持ちに蓋をせざるを得なかった。そんなある日、俺に災難が降りかかる。いつものように出社すると、北島課長が腕組みしながら俺を待ち構えていた。おい、長沢、やってくれたな。課長は俺を見るなり、大声で怒鳴りつけた。何のことでしょうか。とぼけるな。このクライアントからの依頼、お前が受けたんだろう。デスクに置いてある紙には、確かに俺の名前が書いてあった。だが、明らかに筆跡は俺ではない。知りません。納期まであと1週間。いいか、絶対に遅れるな。俺は依頼に目を通したが、とても1週間で終わる内容ではなかった。顔面蒼白で立ちすくむ俺を見て、ゆっくりと近づいてきた課長は、俺に耳打ちした。できなくてクビになるのが目に見えてるけどな。早く俺と愛花の前から姿消してくれよ。そう言われて、俺はようやく課長にはめられたことに気づいた。さらに課長は他の社員が俺に同情して手助けしないように彼らにも膨大な量の仕事を与えた。長沢、手伝えなくてすまない。次々に俺に謝る社員たちを見て、遠くから課長と愛花がほくそ笑んでいる姿が見えた。誠司君、どうしたの？すごく疲れた顔してる。会社から出てきた俺に夏美は心配そうな眼差しを向けた。実は、今朝の話を夏美にすると、夏美は顔を曇らせた。あの人、どこまで人を陥れたら気が済むの？きっと俺を追い出したいんです。でもこんなことでやめたくない。俺は怒りで拳が震えた。それを見た夏美は、俺の手を両手で強く握った。ケンジ君、私があなたの力になるわ。任せて。今度は完璧な作戦だから。また突拍子もないことを考えているのではないかと思った俺は、苦笑いしながら夏美に感謝を伝えた。しかし2日後、俺は会社に現れた夏美を見て絶句した。今日からこの部署で働く北島夏美です。よろしく。俺は何が起こっているのかわからず、頭が真っ白に。舌打ちする北島課長が、俺の隣の席に夏美を案内した。何を企んでるんだ。課長がブツブツ文句を言いながら去った後、夏美が俺に話しかけてきた。クライアントの依頼、見せてくれる？依頼という言葉で、はっと我に返った。夏美さん、どうしてここにいるんですか？言ったじゃない。協力するって。確かにそう言ってましたけど、だからってこんな無謀な。小声で懸命に話す俺を見て、夏美がニヤッと笑った。無謀？まだ5日もあるじゃない。5日もって、夏美さんは何も知らないからそんなこと。俺がため息をつきかけた、その時、夏美の周りにたくさんの社員が押し寄せた。夏美さん、お久しぶりです。帰ってきてくれたんですね。人手不足で仕事が全然回ってなかったんですよ。夏美さんがいれば100人力だ。ポカンとする俺の横で、夏美は社員たちと談笑した。ありがとうみんな。さあ、仕事するわよ。俺は夏美に恐る恐る話しかけた。
夏美さんは一体何者？すると近くにいた社員が俺に教えてくれた。夏美さんは伝説の社員なんだよ。2年前に課長と結婚して退社したけど、この部署で一番優秀だったんだ。確かに周りの社員から2年前に優秀な社員が辞めたと聞いていた。まさかそれが夏美だったとは。俺が驚いていると夏美は横で社員たちに指示を出し始めた。おい、勝手なことするな。イライラしながら怒鳴る課長に夏美は冷静に返した。仕事はみんなでします。私たちはチームですから。それを聞いて社員たちの目が輝きを取り戻した。課長の声に耳を傾けることなく夏美の指示を仰ぐ社員たち。そして俺たちに課せられていた山のような量の仕事は驚くべき速さで片付いていった。5日後、俺が任されていた仕事は夏美やみんなの協力のおかげで無事に納品。俺はなんとか首を免れることができた。夏美さん、ありがとうございます。なんとお礼を言ったらいいか。困った時はお互い様。笑いながら話をしていると俺たちのデスクへ課長と愛花が。長沢、これで終わりだと思うなよ。ニヤニヤと笑う課長の隣で愛花は夏美の方をちらっと見た。おばさん、旦那を取られて悔しいのはわかるけど、これ以上邪魔しないでくれる？まあ威勢がいいこと。いいわよ、そんな旦那私はいらないから。それを聞いた課長はニヤニヤしながら夏美を見つめた。おいおい、捨てたのは俺の方だぞ。長沢、こいつの秘密知ってるか？秘密？ああ、夏美よな。課長が何か言おうとした、その時、夏美の声がそれを遮った。やめて、それ以上は、お願い。夏美は声を震わせながら、目に涙を浮かべた。あのいつも元気な夏美が見せたその表情は、見ているこちらまで胸が苦しくなった。夏美さん、大丈夫ですか？俺が声をかけると、夏美の目から涙がこぼれた。ケンジ君、私。涙で言葉を詰まらせる夏美に、さらに課長は罵声を浴びせた。お前が本当はダメ人間だって、ここにいる全員に教えてやるよ。いいか、こいつはな。むせび泣く夏美を見て、俺は思わず大声を上げた。やめろ、これ以上夏美さんを傷つけるな。俺の声に驚いた社員たちの目が一斉に俺たちに向いた。夏美さんは仕事を辞めてあんたに尽くして、それなのにどうして夏美さんを傷つけるんだ。俺は課長を睨みつけた。浮気に暴力、悪いのは全部あんただ。夏美さんのことをとやかく言う資格はない。なんだと？お前そんな口の利き方していいと思ってんのか？俺はお前の上司だぞ。部下を蔑み、自分の利益しか考えてない奴なんて上司じゃない。最低な人間だ。俺の言葉はしんと静まり返った車内に響き渡った。この野郎、散々言いやがって。今すぐ会社から引きずり出してやる。課長は俺の胸ぐらをつかむと、俺に拳を振り上げた。俺は地面に叩きつけられ、そして倒れた俺にさらにつかみかかる課長。もうダメだと思ったその時、俺と課長のもとに社長がやってきた。北島君、彼から離れなさい。社員から聞いて急いで来てみたら、一体何をしてるんだ。課長は慌てて手を離し、しどろもどろになりながら必死に言い訳をした。社長、これはこいつが。すると、さっきまで黙っていた社員たちが一斉に口を開いた。長沢は何もしていません。悪いのは課長です。課長は夏美さんに罵声を浴びせて、それから長沢に手を挙げました。課長はそれ以外にも
俺たち部下に散々ひどいことをしています。社長は社員たちの声に耳を傾け大きくうなずいた。話は分かった。詳しくは個別に聞くから、一人ずつ社長室に来なさい。そして社長は夏美の元へ行き、そっとハンカチを渡した。大丈夫かね。君が戻ってきてくれてみんなが喜んでいる。これからも続けてくれるかな。夏美は涙を拭いて小さくうなずいた。そうか、よかった。君には期待しているからね。社長はそう言うと俺の肩に手を置いた。これからも間違ったことには声を上げられる人間でいなさい。社長は優しく微笑んでその場を後にした。その後俺たちは社長に今回の件と課長の今までの悪事を話した。それにより課長は降格処分が決定、さらに他の部署へ移動することになった。夏美はそのタイミングに合わせて離婚届を突きつけ、不倫の慰謝料も請求した。もちろんその請求は課長だけではない。愛香も慰謝料を請求され、嫌気がさした愛香は課長の元から去っていった。捨てられた課長は移動先でも悪い噂が流れ、ついに退職。俺たちの部署の新しいリーダーになったのは夏美だった。夏美は部下からの信頼も厚く、上司からの評判もいい。社員たちは夏美の指導のおかげでめきめき成長していった。あの事件以来、夏美は一度も涙を見せてはいない。いつも明るく元気に振る舞っていたが、俺の心はあの日のことを忘れてはいなかった。そんなある日、俺は夏美から話があると呼び出された。静かなところで話がしたい。そう言われた俺は仕事が終わると夏美を連れて家に帰った。すると夏美は静かに話し始めた。この前、前の旦那がお前はダメ人間だって言ってたでしょ。あれね、本当なの。実は私、子供ができない体なの。そう言うと夏美の目から一筋の涙がこぼれた。ずっと子供が欲しかったのにできなかった。病院で調べてもらったけど、どうしてできないかわからなかったの。夏美は声を震わせながら俺を見つめた。それから元旦那にダメ人間って言われるたび、辛くて苦しくて。夏美さん。違う、夏美さんはダメ人間なんかじゃない。俺は夏美を力いっぱい抱きしめた。たとえ子供ができなくても、あなたは素敵な女性です。そして俺は夏美を抱きしめたまま気持ちを伝えた。俺、夏美さんのことが好きです。一緒にいると前向きな気持ちになれて、俺はあなたに何度救われたことか。俺の腕の中で泣く夏美の顔をそっと持ち上げると、夏美を優しく見つめた。夏美さん、俺と結婚前提で付き合ってもらえませんか。でも私は子供ができなくたって構わない。あなたの悲しみや苦しみを俺は受け止めたいんです。あなたと共に人生を歩んでいきたい。それを聞いた夏美は声を上げて泣いた。私なんかでいいの。私なんかじゃない、俺は夏美さんがいいんです。ありがとう。夏美は泣きながら俺を抱きしめた。源氏くん大好き。俺たちはゆっくり唇を重ねた。こうして交際を始めた俺と夏美。夏美は会社では俺の上司、家では彼女として俺を支えてくれた。それから1年後に俺たちは結婚。結婚後も夏美はしばらく仕事を続けていた。しかし夏美が34歳になった時、俺たちに奇跡が起きる。なんと夏美が妊娠したのだ。
34歳という年齢もあり不安もあったが、夏美は無事女の子を出産。医者の話だと夏美は前の結婚のストレスから不妊症に似た症状が出ていたらしい。しかしどうやら子供ができなかった理由は夏美ではなく元旦那の方に問題があったようだ。夏美は出産が終わると家庭に入り子育てに専念。夏美のいなくなった職場は少し寂しかったが、俺も他の社員たちも夏美のおかげでたくましく成長した。俺は夏美と生まれてきてくれた娘のために今よりもっと頑張って家族を支えていく。夏美と娘の明るい未来のために。これが俺たちの馴れ初めです。俺の名前は森川博樹、38歳、市の観光課で働く公務員。結婚経験なし、子供なし、恋人なし。婚活の場において有料物件のプロフィールのはずだ。それにもかかわらずアラフォー近くになっても結婚相手が見つからなかったのはある理由があった。俺はきっと二人が出会うためだったんじゃないかとロマンティックに思っているが、きっと彼女は鼻で笑い飛ばすはずだ。でもあの日あの場所で彼女と出会うことがなかったら俺の運命は全く違うものになっていた。鼻につくアルコールとタバコの匂いに混じって甘い香りが俺を惑わせる。空が白んできたのを感じながら俺は腕の中にいる温かく柔らかい存在をもう一度抱きしめた。花金は毎週のように街の雰囲気が活気づく。深夜でも人通りが多く酔っ払いの明るい声がそこかしこに響き渡っている。だが俺の週末のルーティンは決まっていた。深夜3時過ぎに缶コーヒーと2リットルの水をコンビニに買いに行く。たまに飴やガムを買ったり、季節によって水が1リットルになったりすることもあるが、基本は毎週同じだ。ただその週末の金曜だけはいつもと違っていた。深夜のコンビニは若者がたむろしていることが多いが、その日は若い女性が一人眠るように倒れていたのだ。ぎょっとした俺は思わず立ち止まり、声をかけるべきなのか悩んだ。女性の髪の毛は金色に近く、ゆるいカールで巻かれている。黒のジャケットは着ているものの、中に着ているピンクのプリントドレスは胸元が大きく開いていて、男だったら目をやってしまうだろう。警察を呼ぶべきか、それとも店員に。悩んでいるうちに眠っていた女性が目を開いた。目の下が黒くなっているせいでホラーに見えるが、女性の目鼻立ちははっきりとしていて美人なことがわかる。この子化粧しない方が綺麗なんじゃないかな。そんな風に感じてしまった。ここどこ？彼女が首をかしげると風に乗って強いアルコールの匂いが漂ってきた。頬も紅潮しているし、目の焦点が合っていないことからベロベロに泥酔していることがわかる。服装と化粧の様子から彼女はキャバ嬢じゃないかと考えた。ここはコンビニだよ、起きたなら家に帰って寝た方がいいんじゃない？どこのコンビニかわかんないし、帰るのとか面倒だし。女性はそう言ってまた地べたに寝ようとした。ここで寝たら危ないし、コンビニにも迷惑だろう。じゃあおじさんが家泊めて。おじさん？38歳の俺は彼女から見たらおじさんの部類に入るのだろう。きっと彼女はまだ二十歳を過ぎて間もないはずだ。おじさんはこれから用事があるからね。駅までなら車で送っていくし、タクシーを捕まえてあげるから、それで家に帰りなさい。めんどい。おじさんがいてもいなくてもいいからベッド貸してよ。後でお礼するから止めて。この子大人をなめているんだろうか。あのな、なになに、トラブル発生？客と揉めてんの？力貸そうか？
つい説教心が出てきた俺を止めたのは、コンビニから出てきた数人の若い男たち。彼らの手にはビール缶やサワー缶がいくつもあり、酔いの途中であることが分かった。違うよ、おじさんに止めてって言ってるのに止めてくれないの。お礼するって言ってるのに。マジか、だったら俺のとこ来ちゃう？止めてあげるよ、お礼もしてもらうけど。若者は若者同士で、そんな言葉がよぎったが、この男たちに彼女を預ければろくなことにならないことくらいはわかる。そんなの後味が悪すぎるじゃないか。いや、彼女は俺の家に泊めるよ。その知り合いだし、金つぎ込んでる女だもんな。そりゃおっさんが持ち帰る権利あるわ。じゃあ楽しんで。笑いながら去っていく男たちと、残された俺と彼女。今夜はもう向こうに行けそうもないな。俺はため息をついて彼女に手を差し出した。じゃあおじさんの家で寝て、酔いが覚めたら帰ってくれよ。はーい。だが彼女は俺の手を取ろうとしない。あの、一人で立てる？立てない、だからおんぶ。両手を広げて待つ彼女に、俺は改めて深いため息をついた。見ず知らずの女性をおぶって車に乗せ、支度まで帰ってきた俺は彼女をベッドに寝かせた。空はもう白み始めていて、今日の予定がまるまる潰れることが分かった。昼頃には彼女も起きるだろう。俺は静かにソファーに横になり、久しぶりの二度寝を堪能した。おじさん、おじさん。女性の声に揺さぶられて目を開けると、そこに美女がいた。二重のバッチリとした瞳は色素が薄く、彫りの深い顔立ちからハーフにも見える。肌は透き通るように白くて人形のようだ。俺、うちメイク顔とすっぴんのさ、激しいタイプなんだよね。メイクしようかなって思ったけど、おじさん気にしなさそうだし、さすがに無断でお風呂借りるのも悪いかと思って洗面所だけ貸してもらったから。そう、二日酔いはなし。うちどんなに酔っても次の日には残らないの。若さかな。てかおじさん本当にありがとう。昨日はお客の誕生日だったから飲まされちゃって、帰る途中のコンビニで力尽きたみたい。マジで助かった。大事がないならよかったけど、でもあのさ、仕事だとしても。待って、お説教よりお礼でしょ。ちゃんとするから。あ、彼女はそう言って俺に近づいてくる。うち結構うまいんだよ、お客からも褒められること多いし。の、ああ、おじさんの場合は先に洗った方がいいかな。彼女が俺の手を取った時、気持ちは限界に来ていた。いい加減にしろ。え、俺は昨日からずっと彼女に頭に来ていたのだ。古臭いと言われようが俺の考えは変わらない。若い女性があんな格好で外で寝るなんてどういうつもりだろう。しかも初対面の男に止めてほしいと言って、あまつさえお礼をしようとする。もっと自分を大事にするべきだ。そっちにも事情があるのはわかるが、こんなことは二度とするんじゃない。事件に巻き込まれる可能性の方が高いんだぞ。ごめんなさい、でもおじさん何か勘違いしてない？うちがするお礼ってハンドケアだけど、うちキャバもやってるけど本職はネイリストなの。おじさんの手が汚すぎて職業柄うずくっていうか。ネイリスト？よく見れば彼女の爪は綺麗にデコレーションされている。うちの源氏名はレナ。キャバのお店のサービスチケット渡してもよかったけど、おじさんそういうの嫌いそうだし。でもお礼しないのも人としてどうよって感じじゃん。一応感謝も反省もしてるんだよ。酔いすぎて危険な行動をとってたし、おじさんじゃなかったらいろいろやばかっただろうし。まあ分かってるなら。ラッキーじゃ済まないから、もう二度としません。
ペコリと頭を下げるレナ。なんだ、分かってるのか。親心でつい説教をかましてしまったが、拍子抜けしてしまった。じゃあおじさん手貸して。俺は別にハンドケアなんて、どうせまた汚れるし。だからケアするんでしょ。汚れるからって放っておいたらひどくなるだけだよ。あ、そうだな。レナの正論に俺は素直に手を差し出した。ティッシュやハンドクリームだけでも手際よくハンドケアを進めていく彼女は、さすが本職なだけある。爪の間の汚れって土？おじさん、お仕事は土木系？仕事は公務員だよ。市の観光課で働いてる。でも副業で農業もやってるから。二足のわらじ、すごいじゃん。別に、まだ農業だけじゃ食ってけないから中途半端なんだ。キャバのお店でも農業の話してた人いたな。今が収穫時期なんでしょ？ああ、本当だったら俺も今日は収穫に行ってたよ。え、もしかしてうちのせいで行けなくなった？少ないけど従業員もいるから大丈夫だよ。ねえ、今からじゃ遅い？何が？収穫、うちも手伝う。そっちのがお礼になりそうだし、素人だけど人手がないよりあった方がいいって聞いたし。手汚れるぞ。軍手するから平気。それにネイルは本業って言ったけど、今は休職中なの。キャバの方が楽しくなったのか？初めてハンドケアを受けた俺だが、レナの腕が確かなのはわかる。もったいないような気もしたが、若い頃はいろんなことに興味があるものだ。まさか。キャバはネイルサロンを出すための資金集めの一つ。大手のネイルサロンに勤めてたんだけど、お店の雰囲気についていけなくて。女子だけの世界ってさ、いろいろと陰険な部分が多いんだ。外見とか性格が気に入らないと、裏からお店を辞めたくなるように手を回すの。そんなことが。直接言えばいいのにさ、わざと予約時間を間違えて教えたり、ケア用品をこっそり捨てたり。だからうちは独立しようって思ったの。俺もレナの外見で判断してしまったが、彼女の中身は芯があって、やりたいことに向かってまっすぐだった。農業一本に踏み切れない俺よりもよっぽど腹が据わっている。そうだったのか。よし、気分転換に畑仕事させてやるよ。緑に囲まれる農業セラピーは心にもいいんだ。おじさん、ありがとう。またお礼しなきゃかな。優しく微笑んだレナに俺はドキッとしてしまう。まだ子供だと思っていたのに、思いがけない自分の気持ちに気づかないふりをして、俺はレナと畑に向かった。すごい、栗ってこんな風にいるんだ。レナの元気な声が青空に響き渡る。できるだけ手を汚さない農作業を考えた俺は、レナに栗拾いを手伝ってもらうことにした。栗拾いは基本トングを使うから、軍手をしていれば手は汚れにくい。レナは働き者で、はしゃぎながらも着々と栗を拾っていく。あんなに泥酔していた割に体力も十分残っているみたいだった。レナお疲れ、農作業の後はこれだろう。な、最高。栗拾いもあらかた終わった頃、俺はクーラーボックスから冷えた缶ビールを2つ取り出してレナに渡した。2人で乾杯して飲んだビールは心底うまかった。今までで一番美味しいビールかも。そう言って微笑むレナは、すっぴんで汗をかいて土まみれになっているのに、どんな女性よりも美しく感じた。その時レナのスマホの着信音が鳴る。表示を見たレナの顔が一瞬曇ったのを俺は見逃さなかった。お店のお客だ。ごめん、ちょっと電話出てくるね。レナの仕事についてとやかく言うつもりはないが、俺は元来おせっかいで熱いと呼ばれる人間だ。人のプライベートに踏み込みすぎてはいけないと頭では分かっていても、つい距離を近く取ってしまう。電話を終えたレナは何でもなかったかのように振る舞おうとしているが、曇り顔は隠せていなかった。お店大丈夫なのか？
うん、シフトの確認だから。なんていうかさ、乗りかかった船だから。おじさんはだてに年取ってないし、何かあったら大人を頼れよ。おじさん本当に優しいんだね。でもうちだってもう23歳になるんだから、立派な大人の女性です。はいはい。ねえ、おじさんは毎週末ここに来てるの？ああ、基本の作業は早朝の涼しい時間にやるのが一番なんだ。だから金曜の深夜に家を出て4時には作業を始めるのが日課だよ。だからあのコンビニにいたんだ。仕事で飲みすぎた時はタクシーでまっすぐ家に帰れよ。今日は車で送ってってやるけどさ。でもおじさんも飲んでない？俺のはノンアルコールビール。大人は抜かりないな。ねえおじさん、来週もうちが来ちゃダメ？う、約束があればお酒も飲みすぎないと思うんだって。ほぼ初対面なのにズーズーしすぎるかな。別にいいよ、これも何かの縁だろ。人手があるに越したことはないからな。レナのことが気になるのは放っておけない若者だからと思い込もうとしているが、彼女と毎週会えるチャンスを喜んでいる自分に気づいていた。これじゃ本当にお店のお客とキャバ嬢だな。それから俺は週末が待ち遠しくて仕方がなくなった。毎週金曜の深夜0時過ぎにレナは俺の家にやってきて仮眠を取る。そしてそのまま一緒に畑に向かうのが新たな日課となったからだ。昼まで一緒に作業をして、その後はみんなで昼食を食べる。他の農作業員や俺の家族とレナはすっかり顔見知りにもなった。もともと人懐こくて他人の懐に入るのがうまいレナは、特に俺の母親から可愛がられている。レナの農作業は午前中で終わりだが、俺の帰りを待って夕方まで実家で過ごしていることも多い。ねえ、レナちゃんと付き合わないの？直球で母親に聞かれてノンアルコールビールを吹いてしまったこともあった。レナと俺はいくつ年が離れていると思ってるんだ。芸能人じゃあるまいし、一回り以上離れている女性を恋愛対象に見るなんて抵抗がある。そう必死で言い訳して俺は自分を納得させようとしていたのだが、毎週末飽きずに農作業に来てくれるレナ、こんな女性は今まで付き合ってきた恋人の中にもいなかった。婚活をしても副業で農業をしていることを話すと女性は離れていく。農家の嫁の大変さを知っているからだ。だから畑でレナの笑顔を見るたびに、彼女だったら一緒に、そう期待してしまう自分がいた。でもレナにはネイルサロンを持つ夢がある。どう考えても彼女と一緒になれる未来はないはずなのに。その週末も俺はいつものようにレナの帰りを待っていた。レナには合鍵を渡してあるから、寝ている俺を起こさないように勝手に入ってくるのだが、レナへの思いが強くなるほど彼女の顔を見てから眠りたいと思うようになってしまっていた。俺末期だな。目を閉じながらレナの顔を思い浮かべていると、外で男女が揉める声がした。女性の声に聞き覚えがあった俺は慌てて外に出る。レナ！アパートの前でレナは見知らぬ男に手を取られていた。おじさん！お前が僕のレナをレナって呼ぶな！お店のお客だろうか、スーツを着た男は明らかにレナに執着している。レナがアフターに行けないのはお前が束縛しているからだろう。僕がレナを救うんだ。キャッ！無理やりレナを連れて行こうとする男にカッと血が昇る。好きな女を守ろうとする気持ちはわかるが、方法が間違っているだろう。俺は部屋の前に置いていた段ボールを持ってくると、中身を一つ男に向かって投げつけた。いた！レナ、離れろ！痛みで男の手が緩んだことで、レナは男と距離を取る。それを見た俺は、今度は段ボールごと男に向かってばらまいた。中身は栗の胃が。地味に痛いし、下手に動けなくなるはずだ。俺も近づくことはできなくなるが、
レナは男から離れた隙に警察に電話をして、交番勤務の警官が数分もせずに駆けつけてくれた。男は興奮していたが、警官を見ると世間体を思い出したのかおとなしくなった。その場で間に入った警察の事情聴取によると、男はレナをひいきにしていた店の客で、アフターを断るようになった彼女に腹を立てて後をつけてきたらしい。もう店に近寄らないことを約束に、この一件は解決となった。二人で後始末として伊賀を拾っていると、気まずそうに黙りこくっていたレナが話しかけてきた。おじさん、なんで栗の伊賀なんて持ってたの？ああ、農大で伊賀を繊維にする研究をしているから提供を頼まれてたんだよ。まさかこんなことで役に立つとは思わなかったけどな。使うものだったんだ。やっぱりおじさんにまた迷惑かけちゃった。ごめんなさい。うちのこと嫌いになった？レナは震える手を隠しながら、気丈にも俺に謝ってきた。そんな彼女を見たら、俺はもう自分の気持ちを我慢することができなかった。そっと震えているレナの手をつかみ、自分に抱き寄せる。レナが悪いわけじゃないだろう。それにもう迷惑となんて思わないよ。俺は好きな女のためだったらいくらでも頑張るタイプだから。おじさん。レナは嫌がることなく俺の腕の中に収まった。まるでそこが定位置であるかのように、彼女の細い腕が俺の背中に回るのが分かった。いい加減俺のことを名前で呼んでもらえるかな。うん。俺は森山ひろき。できたらレナのことも本名で呼びたいんだけど。うん、ひろきさんには本当の名前で呼んでほしい。うちは及川玲子です。今さら自己紹介か。ウケるよね。でも名前なんてどうでもよかったの。ひろきさんのそばにいるだけでうちは心満たされてたから。あんなにうちのことを考えて怒ってくれる人はいなかったし、ネイルサロンの話を真剣に考えてくれる人もいなかった。みんな叶うといいねで終わりだもん。俺さ、玲子を見てて覚悟が決まったんだよ。うちを見て？独立のためにブレない玲子を見てたら、人生をかけることを怖がってた自分が情けなくなった。だから農業一本で生きるって決めた。うん。それでネイルサロン俺の実家で開業しないか。ひろきさんの土地だけはあるから、実家に空き部屋も多いし。プロポーズみたいなこと言うね。いや、プロポーズなんだけど。え？驚いた玲子の顔は一気に赤くなる。そして今度はそのまま俺の胸の中で泣き出してしまった。それから俺たちは結婚を前提に付き合いをスタートさせた。玲子はキャバのお店を辞めて農業の手伝いに専念してくれた。母親は彼女のことを可愛がっていたし、実家での同棲がすぐに始まったからだ。そして2年の交際と準備期間を終えて、入籍を機に玲子はネイルサロンをオープン。農作業ができるように短い爪でもできるネイルが主婦に人気を呼んで、地元だけでなく市外からの顧客も増えているようだ。俺も月に一度は玲子のハンドケアを受けている。ねえひろきさん、うちがするのは手のケアだけで本当にいいの？そうやってにんまり笑ってくる妻に、俺は今も翻弄されっぱなしだ。これが俺たちの馴れ初めです。まさかあなたは。正体を明かした瞬間、聖子は言葉を失った。姪を連れて行った病院で、俺は美しい女医の聖子に一目惚れした。なかなか心を開いてくれようとしない聖子と、ある日偶然居酒屋で遭遇。恋人に裏切られ、仕事も失った俺に訪れた運命の出会い。俺はその夜聖子に酔った勢いで、とんでもない提案をしてしまった。俺の名前は秋元浩一。
恋人のリカに振られて同棲していた家を追い出された俺は姉の家に居候していた。貧乏はもううんざりなの。大病院の院長の娘であるリカはわがままで自分勝手、推しに負けて付き合ったのだが、リカは金持ちの医者と浮気した。俺は高校生の時に両親が交通事故で他界してから姉と二人暮らし、大学には奨学金で通っていたが、生活費の大半は姉に頼っていた。それがまさか28歳にもなってまた頼ることになるとは。申し訳ない気持ちでいっぱいだったが、姉は俺を快く受け入れてくれた。私だってあんたには世話になってるから。姉はそう言って微笑んだ。ギャンブルの借金がきっかけで夜逃げ同然で家を出た姉の旦那。俺は姉を助けたい一心で自分の給料をその借金の返済に充てていた。返済が終わったのも光一のおかげよ。ありがとう。姉が礼を言うと姉の娘の萌えも真似をした。こうちゃん、ありがとう。4歳になる姪の萌えは俺を見てニコニコと笑った。実はこの萌えが俺の運命を大きく変えるきっかけを作る。その日、俺は仕事を探しながら萌えの面倒を見ていた。別れた理香は大病院の院長の娘である立場を利用して俺から仕事も奪っていった。貧しい思いをさせたんだから当然の報いよ。リカは無職になった俺を嘲笑った。贅沢な暮らしを望んでいたリカは貧乏な俺に愛想を尽かしたのだろう。そんなことを思い出していると萌が急に熱を出し始めた。萌はよく風邪をひく子で、その度に姉は仕事を休んでいた。俺は姉の代わりに萌を連れて病院へ。そこで出会った女医の松永聖子が目の覚めるような美人だった。バランスのいい上品な顔立ちに雪のような白い肌、まるで絵画から飛び出てきたかのような非現実的な美しさに初めて会った瞬間ビビッときた。これほどの衝撃を受けたのは小学生の頃に初恋をした時以来だ。今頃あの少女もこんな美人になっているかもしれない。そんな想像をしながらにやける俺に聖子は冷たい視線を向けた。どうぞおかけください。聖子の口調は淡々としていたが、萌が挨拶をすると満面の笑みを見せた。聖ちゃん先生こんにちは。萌ちゃんこんにちは。上手に挨拶できてお利口さんね。この人は誰？その優しい笑顔に心奪われた俺は耳まで真っ赤になった。俺は萌のおじです。緊張して声が上ずる俺を見て萌が咳をしながら笑った。すると聖子は俺を無視して萌を心配した。あらあら、咳が出てる。ちょっと診察するね。しばらく萌を診察した後、聖子は真顔に戻って俺を見た。お薬出しておきますので、萌ちゃんのお母様に渡してください。はい、ありがとうございます。来週も様子を見たいので連れてきていただけますか？もちろんです。先生のお名前は？じゃあ萌ちゃん、お大事に。また来週ね。うん、またね。萌は聖子に手を振ると俺の手を引っ張った。こうちゃん行こう。せいちゃん先生は忙しいの。ああ。俺は後ろ髪を引かれる思いで病室を後にした。こうして翌週も萌を連れて病院へ行ったが、聖子との距離は一向に縮まらない。なんとか仲良くなれないかと思っていると、ある夜俺にチャンスが。はい、これ。最近ずっと萌を見てくれてるお礼。姉はそう言って俺に居酒屋のドリンク無料券をくれた。
家にこもりっぱなしもストレスがたまるでしょ。飲みにでも行ってきなさいよ。俺は姉に礼を言うと一人で居酒屋へ。すると店に入った途端、カウンターにいた聖子と目が合った。聖子は俺をじっと見つめながら、あなたは…俺がドキドキしながら次の言葉を待っていると、聖子が眉をひそめた。誰でしたっけ。思わずずっこけそうになった俺はカウンターの椅子につかまった。先生、俺は萌えの叔父です。ああ、そうだった。隣、よかったらどうぞ。え、いいんですか。忘れられていたショックより一緒に飲める喜びが勝って顔がにやけた。すると聖子が俺を見てクスクス笑った。何かおかしいですか。いえ、いつも楽しそうだなって。聖子にあえてニヤついているだけなのに、どうやら俺はいつも楽しそうな人に見えていたらしい。毎日楽しかったらいいんですけどね。俺、彼女に振られて仕事もクビになったんですよ。え？それで姉の家に居候してて、28歳にもなって情けないですよね。同い年だったのね。28歳っていろいろあるのかしら。先生も何かあったんですか。ええ、まあ。よかったら聞かせてください。俺、意外と聞き上手なんですよ。俺が笑いかけると、聖子は少しためらいながら話してくれた。お見合いすることになったの。予想だにしなかった展開に、俺は驚いて飲み始めたビールを吹き出しそうになった。どうして結婚したいんですか。うちの病院は父が院長なんだけど、跡取りを探しているの。先生が後を継げばいいじゃないですか。私もそう言ったわ。でも父は私に家庭を持ってほしいみたい。私の母が幼い時に病死してから父は一人娘の私を心配してて。なるほど、気持ちはわかりますけど、見合いなんていいんですか。その好きな人とかは。いるわ。え？自分で聞いておきながら俺は勝手にショックを受けた。でもね、その人にはもう会えないの。名前も知らないし、今どこにいるかもわからない。いつ出会ったんですか。小学生の時。そんな前。先生、もしかしてずっとその人のことを。もちろん何人かお付き合いした人はいるわ。でもいつも心のどこかにその人がいたの。俺は聖子にそこまで言わせる相手が羨ましくて仕方なかった。じゃあ先生はその人と結婚したいんですね。そんな急に結婚なんて。でもやっぱり好きになった人と結婚したい。寂しそうに笑う聖子を見て、俺はビールを一気に飲み干した。わかりました。俺、協力します。先生には、俺の分まで幸せになってもらいたいです。どうして？どうしてって、どうしてもです。先生に一目惚れしたけど玉砕したので、なんて言えるはずもなく、俺は先生に協力したいと提案した。まずは先生のお父さんの説得ですね。そうだけど、もしかしてあなたが説得するの。はい。おかしいでしょう。絶対に誰ってなるから。実は秘策があるんです。少し酔った俺は聖子に耳打ちした。なるほどね。でも大丈夫かしら。任せてください。へへっと笑いながら手で鼻をこすると、聖子が目を丸くした。え？ん？どうかしました？ううん、何でもない。じゃあ早速明日よろしくね。その夜、
俺たちは笑顔で握手を交わした。君、誰？翌日、突然現れた俺を見た聖子の父は、驚いて固まっていた。はじめまして、お父さん。え？お父さん？どういうこと？あ、すみません。ついカッコつけてしまいました。俺は、秋元光一と言います。深々と頭を下げると、聖子が父に説明し始めた。お父さん、私ね、光一さんとお付き合いしているの。だからお見合いはできない。そんな、彼氏がいるなんて初耳だぞ。秋元君と言ったね。君、仕事は何をしてるのかな。無職です。なるほど、無職か。で、無職！あの、職がないと書いて無職の無職か？そうです。お父さん、そんなに無職無職って早口言葉じゃないんですから。俺が笑うと、聖子はそんな二人を見て、ため息混じりにぼそっとつぶやいた。本当に大丈夫かしら。聖子の父は、ハンカチで冷や汗を拭きながら、俺に説明した。私はね、この病院の跡取りを探してるんだよ。無職の君なんかとは結婚させられない。お父さん、そこをなんとか。ダメだ。もう一声。じゃあ、ってなるか。ちょっと、値切りじゃないんだから。俺たちのやりとりを見て、聖子が思わず突っ込んだ。とにかく、私はお見合いなんかしません。そんなこと言わないでくれ。私は持病があっていつ倒れるかわからない。その前にお前には幸せになってもらいたいんだ。涙ぐむ父を見て聖子はそれ以上何も言い返せなくなった。秋元君、君はどうして無職なんだ？前職は何をしていた？俺は…そう言いかけたと同時に院長室の扉が開いて低い男性の声が聞こえた。医師ですよ。振り向いた俺の前に現れたのはまさかの人物だった。東野先生。お久しぶりです、秋元先生。いや、今は無職の秋元さんだったな。聖子さんの見合い相手ってもしかして東野先生？ええ、そうです。俺はそれを聞いて院長室の外に東野を連れ出した。リカはどうしたんですか？リカと付き合ってましたよね？俺が小声で尋ねると東野は鼻で笑った。人から奪ったものって手に入れると飽きちゃいますよね。だから捨てちゃいました。捨てたって？あの病院、秋元さんがいなくなってからいい先生が次々と辞めてしまって経営が悪化してるんです。確かに風の噂で理科の父の病院の評判が悪くなったことは聞いていた。理科と結婚しても何のメリットもないですから。だったら聖子さんと結婚してこの病院もらった方がいいなって思ったんです。そんな、それじゃあ聖子さんに愛は？はい。そんなの必要ですか？いらないでしょ、別に。あの女を使ってのし上がるだけ。昔からいけすかないやつだと思っていたが、ここまで根性が腐っていたとは。俺は怒りに震えながら東野をにらみつけた。お前、ふざけるなよ。聖子さんの人生を何だと思ってる？俺の人生をワンランク上げるための道具ですかね。何とも思っていません。お前みたいなやつと聖子さんを結婚させるもんか。無職で貧乏な医者よりマシでしょ。いいですか、邪魔だけはしないでくださいね。そう言うと東野は院長室のドアを開けて院長と聖子に微笑みかけた。すみません、お待たせしてしまって。もう顔も合わせたことですし、
お見合いは省いて、このまま結婚しませんか。東野はそっと聖子の手を取った。聖子さんに不自由な生活はさせません。大切にします。違う、そいつは。外野は黙っていてください。無職で恋人にも振られたあなたこそ人を幸せにできるんですか。東野の言葉は俺の心に深く突き刺さった。確かに今の俺には何もない。貧乏で家もなく仕事も失った。こんな俺が聖子さんを幸せにできるだろうか。そう思うとそれ以上東野に何も言い返せなくなってしまった。するとその時聖子の父に異変が。聖子が急いで父のもとへ駆け寄った。お父さん、お父さん。聖子は泣きながら俺たちを見つめた。父は心臓に疾患があるんです。でも今専門の先生がオペ中で。パニックになる聖子を見て東野は完全に動揺していた。俺は心臓の手術なんてできないぞ。ただの小児科医だからな。苦しそうにうずくまる聖子の父を東野は視界に入れようとすらしなかった。俺はすぐに聖子の父に近寄ると聖子を見てうなずいた。大丈夫、俺がついてる。そして聖子の父の背中をさすり静かに話しかけた。お父さん、ゆっくり呼吸して。いいですか。大きく息を吸って、はーっと吐いて。聖子の父は呼吸困難になっていたが、俺と一緒に呼吸を繰り返すことで、少しずつ落ち着きを取り戻してきた。聖子さん、お父さんは過呼吸になっているだけだ。でも念のため診察を。看護師を呼んできてもらえるかな。あ、はい。聖子はすぐに看護師たちを呼び、俺はそのまま診察室へ。結局、聖子の父は過呼吸を起こしただけで、緊急手術の必要はなかった。だが、焦って症状が悪化する可能性もあったので、聖子の父にはそのまま入院してもらうことに。俺の素早い対応を目の当たりにした聖子の父は、俺の素性を周りの医師に調べさせた。俺が外科医で難しい心臓の手術を何度も成功させていることを知った聖子の父は俺に心臓手術を依頼。俺はすぐさま聖子の父の病院で働くことが決まり、手術も無事成功。聖子は手術が終わるとすぐに俺の元へ駆け寄ってきた。高一さん、ありがとう。それからごめんなさい。え、どうして謝るの。私、あなたのことを無職で能天気な人としか思ってなくて。いや、合ってるよ。能天気な無職だったから。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。礼なんていいよ。俺は医師として当然のことをしたまでだ。でも、何かお礼をさせてください。そんなに言うんだったら、本当に俺の彼女になってもらおうかな。なんて。冗談冗談。俺は笑いながら頭をかいた。すると聖子が突然俺の腕をつかんだ。まさかあなたは。え、この傷どうしたの。これ、小学生の時に木登りしてた女の子を助けたら枝が腕に刺さっちゃって。こういう傷って治りにくいんだよな。俺が手を上げた右の二の腕裏にはその時の痛々しい傷跡が残っていた。それを見た聖子は涙ぐんだ。高一さん、あなただったのね。あの時私を助けてくれたのは。え、もしかしてあの時の子って。小学生の頃近くにあった公園で遊んでいた一人の少女。俺の初恋の相手が今目の前にいるなんて。俺は驚いてその場に立ち尽くした。あの頃
家の近所で遊ぶと片親の子だって周りにからかわれたの。それが嫌でわざわざ1時間かけてあの公園に遊びに行ってた。名前も知らない女の子だったが、目が合った時に見せた笑顔に俺の心は奪われた。何度も一緒に遊んで名前を聞くチャンスはあったのに、うぶな俺は緊張して最後まで名前を聞けずじまい。いつもねえとかおいとか呼んでいた。友達がいなかった私にいつも優しくしてくれて、いつだったか私が泣いてた時も明るく励ましてくれたでしょ。すごく嬉しかった。でも突然いなくなったよね。うん、その頃は父がまだ勤務医だったから開業するために引っ越したの。そっか、てっきり嫌われたのかと思ってた。嫌いなわけないじゃない。浩一さんはいつだって私を助けてくれてたのよ。それから大人になってもずっと私の中にはあなたがいた。片親のコンプレックスから聖子は成長しても人と深く交わることを避けてきた。聖子に感じていた壁はそれが原因だった。あなたと居酒屋で話していた時、なんとなくこの人は他の人と違うって思ってた。それに笑い方、手で鼻をこすったでしょ。ああ、小さい頃からの癖なんだ。あの時にもしかしてって思ったの。だけど確証が持てなくて、この傷を見てはっきりした。聖子はにっこりと微笑んだ。俺はその笑顔を見た瞬間、当時の思い出も重なって胸が激しく高鳴った。俺も君にずっと会いたかった。またこうして出会えるなんて夢みたいだ。私もまさかこんな風に再会できるとは思ってなかった。聖子さん、あのさ、俺と付き合ってほしい。こんな能天気でふざけた男だけど、聖子さんを全力で幸せにしたいって思ってる。それを聞いた聖子は俺を両手で抱きしめた。もちろんこの日をずっと夢見てた。私もう幸せだわ。顔をくしゃくしゃにして笑う聖子が愛しくて、俺は思いっきり聖子を抱きしめた。こうして俺は運命ともいえる再会を果たして聖子と付き合うことになった。俺は家に帰ると早速そのことを姉と萌えに報告。萌えは恋のキューピッドなんだよ。キューピッドって何？ね、幸せを運んでくれる人ってこと。じゃあ萌えがいるとみんな幸せになる？うん、とっても幸せだよ。俺はニコニコと笑う萌えの頭を優しく撫でた。それから俺と聖子は同棲を始め、1年後に結婚。聖子の父はいい跡継ぎをもらったと嬉しそうに周りに話しているそうだ。花婿候補から外れた東野は理香とよりを戻そうとしたが、もちろん玉砕。医師としてこれといった活躍もなく、どこかの地方の病院に行ったと噂で聞いた。理香は相変わらずわがままなようで、彼氏ができてもすぐに振られてばかり。今も手当たり次第に未来の花婿を探しているらしい。それから俺と聖子には二人の娘が生まれた。聖子と娘と姉とめい。俺と岐阜は肩身が狭いなんて言いながら、いつも女性たちに囲まれてデレデレ笑っている。岐阜とは馬が合い、二人で趣味の釣りに出かけることも。釣った魚を家でさばいてみんなで食卓を囲む。この上ない幸せを感じながら、今日も我が家には笑顔があふれている。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。